どうもポンが自殺残念でしたえー、っとですね僕ですうんはがさ今着いたんだけどあのー、なんでんか知らんけどさホテルがねなんか2つしかないんだけどさいやこれ僕のシャツな今脱いだばっかりだけど暑い今ちょうど着いたばっかだよ 買ってきましたこれ夜のこれないいじゃん緑いちごミルクあ,ポンあれかまってちゃんポンのツイッターはねかまってちゃんがよくやるねあのそうするとかまってくれるじゃんだからやってんの、うん、ポンはだからああやってやるのえ、ね、ああやってさ、まあ、ポンちゃん、まあ、今やっと終わったよ疲れたあつ マジで暑いのね、クーラー効いてねえの本当に暑い。いや、ちょっとマジで、クーラーなな、なんでここリモコンないのクーラーの。あ、ここにあった。節電にご協力くださいって28度はこれ暑いやろ。22度だな <noise>。12時です。今日本当にありがとうございました。来てくれた人は。あ、これあの、 いや節電つうけどさだって暑いもんねあの寒くなったら節電するからうん寒くなったらつかシングルの部屋がないって言われたけど本当なんかなだって平日でしょなんでシングルの部屋がなくてさダブルなんだろうって思ってさまあだから料金もね5000円ぐらいかなと思ったらさ8900円ぐらいしてさいや女いない一人ぼっちですよなんで俺がさ一人でさダブルベッドでこんな布団いらんいらんくないんだって俺 いや堀田さんんんも来まませせし呼びませんよ今ねどこにいるかっつうと、あのー、長崎佐世保佐世保の方にいます長崎来るの俺初めてかな2回目だったかな前にさなんか旅部で佐賀の後にに堀田さんと堀田みなさんとなんか旅した記憶があるんだよな佐賀県であなじゃあ長崎か長崎でそこで あの佐世保バーが食った記憶があるなんか商店街みたいなところってアメリカ村みたいなそこぐらいで佐世保にいます長崎あの今選挙でさ今日一日中もう鹿児島鹿児島県佐賀県熊本3つこ3つ行ったから3つ行きましたあ熱い本当に熱い うん、旅行じゃないしあの仕事ですよ、うん、これれここの名物らしいいちごミルク緑めちゃくちゃ美味しいさラーメン屋じゃなくてそば屋さんがあってさ感動したなんかね札幌,に札幌にしかないあのー、なんつうのんかカタカナのカタカナのあのうどん屋さん知ってるなんつ名前だったかなな、なんかあった あー腰痛い、うん、鶏焼きの撮影のあそうささなんか忘れたけどあいたたたたたあウエストウエストそうそうウエストっていうあのうどん屋いいねウエストって東京にも作ってほしいわ何がいいってねネギ食べ放題だしおでんも美味しかったしちょうどね麺がシコシコしてて僕ねああいうちょっと固めの麺が好きなんですよなんかさグニャンって口の中でさうなちゃんマンの歯茎で潰せるような麺よりも普通にさ噛み応えのあるうどんだったから アのうん、俺そういうああいううどんが好きだったんだよだから美味しく食べれたわ全然ああいうのですいいんですよなんでレンタカーなのあのねこ,ここまで来るとちょっと移動がね大変だから長崎の方でちょいちょいやるとで細かい久保田っていう駅行きたかったからだからレンタカー借りたのちょっとお金払ったけどあ,あ疲れたわいや疲れた本当に疲れたああ風呂いや誰もいないよ、うん ほら、今来たばっかだもんだってなんかそっとい警備員の人がいた警備員の人が歩いてた、うん、日焼けしたな俺見てめっちゃ日焼けしたこれは皮膚が日焼けしたわおい、うん、焼けたな んな,いな焼けたすげえ焼けた肌が半袖でねあの九州の光を浴びてだから体が痛い,<笑>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 いや気持ちいいやっと布団に寝っ転がれたわやっと一つの布団に寝っ転がれたわいやよかったあ,あ暑いもんだって服もシャツ一枚シャツさ シャツないもん、うん、ポン吉ななんでポンちゃんでさあんなさ匂わせぶりのツイッター書いたのね誰かあのポン吉マニアいるポン吉が何か知らんけどツイッターにあのー、なんかほのめかしだけどさ、うん、いや多分ねあれねあの 構って欲しいんだろうね、うん、今日も無言でさじ俺ね車の最中にポンちゃんの細っちょろっと見てたけど無言でさじーっとさ「うん、22万なんかあ天城附で返すんだ」って随益さんに天城附で直接返すって言ってたらしいよ。そんな無理じゃん分かった上でやってるからさ直接返せないじゃんだって絶対に本人合わないんだから。 あー疲れた今日まあ、でも本当に今日リスナーさんたくさん来てくれてありがとうございましたあとし支持者の方とね九州みんな九州の人優しいよな俺九州好きなんだよねだから前から言ってたけど九州って人柄が優しいからねあのー、僕が好きなんですよ、うん、別にピロートオークじゃないよ ツインベッドってこのベッドがだって無、無意味に。二つある。でもさ、もう今日、もう一人さ、あのー、エヌ国党の人と来てるけど、やっぱり。同じ部屋にさ、二人って気まずいじゃん。男同士とはいえ、同じ部屋に、ね、二つ。一つの部屋に男二人で泊まるとさ。気まずいじゃん色々、いろいろと、じゃあ布団、じゃあ先風呂入ってきてとかさ。落ち着けないでしょだから、わざわざね、部屋をね、別々にした。うん。 堀田さん、いや女,女呼ばないそんな,そんなのねなんで俺がさこの選挙の最末最中にさ女性スキャンダルを起こさなきゃいけないんだよ今大事な時期なのに選挙でさ女性スキャンダルを起こしたらまあよくないでしょ誰呼んだの俺呼んでないよ誰も、うん、本んに呼んでないマッサージも呼びませんこのあと起きたらもうすぐに外であのー、また <laughs> あれやるからあのー、演説するから なイノシシああ興味ない勇者なんとかさんっていうね業者さんとまたさなんかねメイドカフェでなんかまたやってんでしょ、うん、広島まで行って慣れ合ってなあ,あのー、なんかインディアンみたいな顔したさ深掘り顔の男とさまた慣れ合ってたんでしょ、うん、まあ興味ないんですよ、うんね、<laughs> 見てない見てない、うん、楽しそうにまたね メイドカフェかなんかに行ってんじゃないのおそらく。うん。もう自分一人じゃ、ね、じじどん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 かっそるもんだから、もうコラボコラボで頑張ってんのや。応援してあげようよ、みんなで。な。沖縄行かないあ沖縄はですね、ちょっと、あのー、本来であったら沖縄行く予定でしたけど、それごめんなさい、沖縄の皆さん。問い合わせもあったけど、ちょっと予定がですね、あのー、結構タイトなスケジュールでしたんで、ちょっとあの後回しにさせてください、沖縄の方は。 はい、あと黒川幹事長と被りそうだったからだからちょっとあのー、先にちょっと九州行ってそっから明日は明日の予定とりあえず言いますと長崎行って長崎の、まあ、ここ佐世保なんだけど佐世保行ってからまたあの今日行ったあの駅に戻ってあのそのっ、えー、と山口山口っていう山口県に行きます山口県に行ってほんで行けたら広島かなうーん。 広島に行けるかなと思います。あ、いやごめん。その前に福岡だ福岡だ。えっと、ちょっと地図が分かんない。ちょっと地図見ないと分かんない。地図がないとちょっと、うん、来た人には名刺あげます。このね、久保田学特製名刺これ差し上げてます。ね。 きましあちょっと俺ね最初に熊本とかで渡すの忘れてたなと思って鹿児島と熊本で渡すの忘れてたこれ、うん、NHK との僕の名刺、うん、これごめんなさいあの最初の時、うん、あったあったよいしょえー、っと明日がですね えーっと今がどこにいるかっていうと現在地があのー、今佐賀県から佐賀からここのね今日どこにど今日のルートいうね今日は鹿児島まで行きましたまず鹿児島まで行ってでそっからブイーって上がってきて上がってきて上がってきて熊本まで行きましたで熊本行ったあとにね熊本どこさ日がさ日がどこさって言ってブーって上がってきてここのね えーと、新新都セ新トスみたいな名前なんか,なんかどこだったかな熊本から新幹線で上がってきてなんか新都スっていうのかなうん多分新都スかなうん新都スっていうところに行ってでそっからさらにブイーって上がってあのー どん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 さあの久保田っていう駅まで行けねここ今日久保田っここがねもう無人駅スーパー無人駅だったけど、ね、リスナーさんなんかいた34人いたびっくりした、ね、絶対こんなこといないなと思ったのにあのなんかリスナーさんがねいてくれて嬉しかったですうんでえー、っとその後にここのブーって行って今佐世保車で佐世保まで来ましたはい で、明日は佐世保で朝やってからやった後に、そうしたらまたこれ戻ります。もうね、長崎だから。佐世保って長崎でしょ長崎だよね。だから長崎はもうこれで佐世保。朝の10時半から多分やります。10時から10時半の間にここで、あのー、街頭演説します、はい。佐世保バーガー食え。サセボ佐世保バーガーは、まあ、 ねまあ食えただけど、まあ、そ遊びじゃないからな今回んだからちょっと時間が取れるかどうか分かりません、うん、でえー、っとでこのあと戻ってこう行ってこう行って唐津に行くかどうかちょっとまだ分かりませんこういうルートでブイーって行ってで新幹線であのー いいや行かない多分こんな遠いところから来たんだな。俺さ、もっとさあの、福岡と近いと思ったら、堀田さん、結構こ、遠いところから来てたんだね。もうちょっと俺、近いかなと思ってたんだよ。前、あの旅部の時に。こんな遠いところから俺来させてたんだと思って。申し訳ないことしちゃったな。うんね、で、まあ、えっ、ー、と、新都市まで行ったら、今度は、博多に行きます。上の、ね、九,州九州新幹線乗って、博多まで行って、 で、博多から今度、それ終わったら、山口ってどこにやるの俺山口がね、ちょっと、うん、っち <laughs> えーっと、博多から今度、山陽新幹線のやつ乗って、結構、小倉でじゃなくて、あ、下関か。ここ山口だよね、下関って。ここにまで一気に行くと思う、下関。で、多分ここでまた一泊すると思います。限界だから。 で広島も行けたら行きたいんだけどね、ちょっとわからん。結構距離があるからさ、うん。こういう感じですね。はい。福岡でとろみさんに、とろみさんは、まあ、来れたら来るって連絡がありました。来れたら来るだから、まだわ、ね、かんない。明日あ、暑いからね。ああ。ユイガの家に、いやいや、無理無理、ユイガさんはちょっとあれだから。 ただ僕はとろみさんの家は泊まれません GPS が未だについたままだから GPS がついてるからあのー、ねいやいやいやもう来たらありがとうございますって言って応援演説してほしいなと思いますようんねゆいがさんゆいがさんはちょっと分からんああ こうん終わるか、うん、え GPS つ,ついてるよだって GPS つけっぱなしでだって来てる24時間だってじゃないとなんか性犯罪者みたいにずーっとさなあのー、政治家っていうのは常につけといて自分がどこで何やってるかってことをクリーンするからだからつけてるだけうん風呂入って寝るよいや女なんかいないよそんなの そんな性欲なんかどころじゃないよ今はもう忙しくてたまらないんだからさ <coughs> <coughs> あ,あおかしくって寝るよなとん ?GPS ついてるって GPS 切れてるえ切れてるわけないじゃんうんじゃあまたつけとくよ GPS <coughs> え切れてるっけあ,あ疲れたじゃあじゃあ後でつけときますよ で今日ねじゃあとで,でつけるあとで,でつけるからちゃんとな20分もいやそうなのうんいやなんかこれコンビニあったから面白いかなと思って買ったなんかいちごのミルクでんで緑っていうか分からんけどなんかこれ九州東京にはないから九州限定品なんだろうねきっと大分県いちご果汁3%使ってるからうんだから あと、久々にこれ、あのー、ポテトチップス買っちゃった。夜寝る前に食べようかなと思って。デリヘロールで呼ばない、そういうのやらないです、一切。一切興味ないんで。マッサージも呼びません。ここにあるじゃん、マッサージで。絶対やらないよ。俺、マッサージとかってね、意外とやらないんですよ。あの、60分6000とかがあるから、けど、よくよく考えたら1分100円だからねあ。安うと思うかもしれんけど、1分100円でしょ だったとしたらやれないいよ、うんはあ、四国民いやごめんなさい四国も行きますんで,、うん、じゃなんでだから聞いたんだよ最初なんでツインなのかってさ俺だって思ったよそれたら「この部屋しかないんです」って言われちゃったのシングルがなくてだからツインにしただけで別にさやましいこ,こ,こともしませんし何にもないもんだってこんなのわかるでしょやましいことがあったら廃止なんかしないじゃん普通に GPS だってさ消さないしなあ だから俺がこの後とろみとほったでサンドイッチなんかするわけねえだろあどんだけさ欲に埋もれてんだよそんなことやらポンちゃんが本当にさねえやばいことになっちゃうだろ呼、うん、ばん呼ばんそ、うんなのいやもう寝るよ風呂入って寝るわとにかく、うん、でも今日本当ありがとうございました僕の拙い応援演説とか聞いてくらてね あのー、誰もあそこでいなかったらたぶんねそのままシュンと書いてたけど、まあ、誰かが聞いてくれると思ったんで配信つけっぱなしでやっちゃいましたはいあのー、あとナイフママがめちゃくちゃ電話が来て、あのー、コールセンターがトラブルを転回っちゃってるんでやめてください交通引っかかったんだけど払ってくれますよねとか言ってさなぜか知らないけど俺じゃもう僕がね,もう,ねもうほとんどねもう出ないよねそうしたら今度 N 国島のコールセンターにかけまくってで向こう混乱してるんでやめてください本んに。なんで交通費出さなきゃいけねえんだよなボランティアだって言ってんだろ1万一箇所あたり100円っていうのは分かるけどなんで交通費まで俺たちがあんたのね面倒見なきゃいけないのだったらやらなくていいよそのだったらねそれでさ何度も何度もコールセンターにかけるのやめてくださいよ本当にすごいそれでみん困っちゃって,て俺のところにクレームが来たんだからさ いや石川県も,も行けたら行くよとにかく、まあ、全部のか県はいけるかどうかはちょっと微妙だけどなるべくね、あのー、顔出してせっかくねこういう機会とかってあんまりないんであのやりたいなと思ってます博多でやるのは博多でもやりますよ、うん、博多駅でやりますただ博多駅も広いからさ あ,あごめん俺の顔は落ちて腹筋あっもういいよもう風呂入るよあとはあ,あとあとこのタイムショー消してみますねあとはちょっとあのー、このタイムスロー消してくる疲れだとはうんいや特にないじゃない今日大丈夫いや女にな女いたらじゃあ分かった みんなにあのもしここの部屋に俺が女を呼んだりマッサージを呼んだりデリ,デリとか呼んだらも俺も今日やめるわ、うん、すぐ東京帰るわそれぐらい自信持ってしないんではい安心してくださいでも九州の生の日さんって誰かいるの今日るとあ今日通今日るとると堀田と南さんとあと九州生の日って誰かいたっけあと稲光さんと えーと、野田はもう東京に来たのああ昼かとねあのー、アヒルぐらいかうん青子って誰知らないあーあとあのー、サンジさんねあーサンジさんがいるんだ九州にはまあいか会わないけどねうん時計にはね まだ俺多分直接だったらもしちょ直接サンジさんと接触したら絶対あの言葉が出ちゃうもんサンジさんって税収どうやってるんですかっていうさ禁断の言葉が出てリアル NG 食らっちゃうからうんだって絶対聞いちゃうじゃん普通にあんだけ噂が流れてんだからさ、うんうん、あとジュケさんとも会いたいけどねほ、うんとはまあ無理だと思うけどジュケさんは顔を出さんからさ じゃあ終わるか。見てくれてありがとう。ちょっと20秒今日、マジ、朝からずっと限界で、ね、頑張ったけど、でもまあ、また明日もあるしな。よろしくお願い申し上げます。うん。いろんな県に行けたら顔出してます。ただ、本当とね、あんまり演説って僕さ、長くないんじゃないですか。だいたい30分ぐらいでかなと思って切り上げてます。 あんまり長くいってもみんな疲れちゃうしそんなに集中力持たないからだから大体30分ぐらいで切り上げて次にパッパッパっていきますおあごめんなさいちょっと大分県はえっと今度にさせてくださいちょっと諸,諸事情によりまして大分県が厳しいちょっとね結構離れてしまうんであとポンちゃんの AA が張らないとうまいうまいけどポンちゃんの AA 初めて見たけど今このタイミングじゃないからなうん 違うよ、見てほしいんだってだからあの、大分も行きたかったんだけどな大分県もえー、っとちょっとね熊本こ,ここなのね大分県がで宮崎もごめんなさいちょっとあのー、まず今日行ったのが鹿児島でしょで鹿児島からこうやって熊本行ってこのルートでぐるっと回って今度ここに来ると今度今度下がってしまってまた戻るっていうことがあるから、ね、こうやってビービーってこのこの。 ぐるってうん、だから宮城県だから四国だってだってそんなこと言うと四国も実は結構行くんですけど全県回れません行くとしたらこの、えー、と四国の方も岡山岡山,は行きます岡山から新幹線乗って高松ここくらいかなここからまあ高松からだってこっちの方も、はい、無理だよ高知とかは高知のこっちの方は車で一日で回れないでしょ 車で回れなくないだって1日で出これぐるって高松徳島県高知愛媛1日で回れないでしょこんなの絶対にうん差別じゃなくて行きたいのは山々なんだけどちょっときついんかな全県行きたかったよ俺はただ時間っていうのも限られてるからあと鳥取もね鳥 広島行って、えー、あそれで今度こっちからこっちに入る淡路島に入る予定なんですよちなみに言うとちなみに言うとあのー、ここね香川県まで行ったら今度淡路島に入ってこっから神戸に入ろうと思ってますんでちょっとあの申し訳ないんですけどこれ差別じゃない鳥取と島根はと岡山鳥取と島根はあのちょっときつい気がきついん っていうあの形に取っちゃうかもしれないですけどちょっとそこはご容赦くださいはいうんじゃあ一応最短でんで大阪まであの大阪ね神戸大阪行ってきょ、ねね、名古屋まで愛知県まで行くっていうふうであのー、ね、うん、岡山は岡山は行きますよも桃,太、うん、も桃太郎見に桃太郎見にじゃな桃太郎の町で、うん なるべく行きたいんで。はい、なるべく行くんで、すいません、ほんとに。いや、なるべく行く,行くようにしますんで。広島はよるよ。うん、広島行きたいし。東北ルートも行きますよ。東北ルートは北海道にそれからぶ,ぶっ飛んだ後に行く,行くルートです。はい。何日かけてたか、ね、だからね、期日が少ないんですよ。なるべく、期日が。結構期日が足りないんで。 あのー、なるべくい顔出しますんで時間はちょっと昼間とかそんな不定期な時間になるけどね今日九州行ってすごい良かったし、ね、福井県もあるし滋賀県岐阜三重東海三県長野県とかもあるけどさうんいや行きますん、ね、でなるべく多く多くのところになうんよしじゃあ えっとありがとうございました。終わります。じゃあ、お風呂入ってあります。じゃあ、ありがとうございました。この後ね、ちょっと上半身裸なんでお風呂入って終わりますんで、またよろしくお願いします。バイバイ言うとりますが、お時間です。さようなら。